こんにちは、にじこです。昨日の動画がなんかコメントがオフになってたみたいで、教えていただいて気づいたんですけども、随分長い時間気づかずにオフのままになってたので本当に大変失礼いたしました。ね、もしよかったらまたコメントいただけたら嬉しいです。はい、すいませんでした。はい、でこの今ね、変わってく僕を許してっていうのが見えると思うんですけど、これね、おとといの YouTube になんか急に上がってたんですね。それでこの変わってく僕を許してっていう文字が飛び込んできてドキッとして、え？みたいな。前からこれでしたっけね、木綿のハンカチーフのサムネ。なんかまあなんか私の今の心境がこの言葉をキャッチしたのかもしれませんけどね。いやいやいや、だってこの間のキラリの MV、 もうキラキラで、もう本当に素敵な風さんでしたよね。ダンスもかっこよかったし、バイクもね、いや本当にびっくりしました。あの CG もね、矯正も始めたし、もういろんなことを始めてどんどん進化していく風さんが眩しくてね。でもう、ああもう本当に素敵、どんどんもう進化していってっていう思いもある反面、なんかどこか、わあなんか置いてかれちゃうみたいな、なんかそんな気持ちがどこかになくもなかったっていう私でございまして、それがこんなサムネをキャッチしたのかもしれませんね。まあでもね、思ったんですよ。なんでそう私思うのかなって、冷静に自分の気持ちを見つめてみたらですね、なんか分かった気がしたんですね。親子でもね、こう子供が急にね、子離れ、あ、いやいや、親離れしたりすると、自立していく姿は嬉しいんだけれども、どこか寂しさを感じるとかあったりしませんか？とか友達同士でずっと一緒にこう同じような場所にいたのに、進学とともに、あれ？なんか何？え、留学？え、何？そんなバイトするの？え、何？そんなこと始めるの？みたいな、なんかどんどん貪欲にいろんなこと挑戦する友達に戸惑ってしまって、なんか寂しく感じるとか、挙句には変わっちゃったねみたいな、なんか風になっちゃったり、まあありがちだと思うんですよね。で今までね、同じところにいたのに急にポーンと上に上がって行かれちゃうと、わあどこ行っちゃうのみたいなね、そんな気持ちになるのもわかるんですけれども、でもそこで、あんなとこ行っちゃったって寂しいってとどまるのか、そっか、じゃあ私もそこに行こうってポーンって自分も飛んでみるのか、いろんな道はあると思うんですが、私はやっぱり私も進化していきたいなと思ったんですね。で私もまあ少しずつ、小さいことですけど、いろんな進化はしてるんではないかと自分で思うんですけど、でやっぱり風さんを見てると余計に、はあ、すごいな、よし私もみたいな感じで奮起できるんですよね。そういう方たくさんいるみたいで、なんかコメントかなんかでも、風さんがどんどんね、頑張ってる様子を見て、私も頑張ろうと思いましたみたいなの、どこかで見たような、聞いたような気がするんですけど、本当にそういう風になっていくことがきっと風さんも嬉しいでしょうし、やっぱりそうしていけたらいいなと思いましたね。うん、そう、そしてね、ふとね気になってインスタを見てみたんですよ、先日ね。そしたら
なんかね、お母様の写真が、なくなってたんですよね。スーパーでのお父さんとお母さんと風さんのスリーショットで、お母様、まあ顔半分ぐらいでしたけどね。お父さんとのツーショットは今もあるんですけどね、お姉さんとかお兄さんとかもね。だからそのお母さんとの写真を消したっていうことは、まあ、それなりにまあ事情があったということだと思うんですけどね。風さん、そのインスタを始めた時は、里小時代のお世話になった人とかお友達とかもフォローしてたみたいなんですよね。でもある時ゼロにしてしまって、それはまあ多分デビューにあたってっていうことだったと思うんですよね、まあ、推測ですけどね。で、風さんはツイッターもフォローが、スタッフはフォローしてますけども、まあ身内ですよね。他一切してないですよね。でインスタもゼロ。こういう方って珍しいんじゃないかなって思って、まあアーティストやタレントさんやら皆さんフォローしてますよね、少なからずね。でこれって風さんは多分優しいからフォローしてるとそっちにも気になるじゃないですか。だから自分に集中するためにあえてこう苦渋の決断でゼロにしたのかななんてちょっと想像しちゃったんですけどね。少しでもフォローするとじゃああの人もこの人もってなっちゃうし、線引き難しいしっていうのはありませんか、私たち素人でもね、ありますよね。なんか難しいじゃないですか、線引きって、そうするとキリがないしね。だからそういうところにエネルギーをもう使うのではなく、自分のやるべきことに集中っていうことなのかなと思ったりしましたね。本当に今もう本当に自分に集中して自分のことを進化に邁進してる風さんなのでね、変わっていく僕を許してなんて、これたまたまこのサムネですけど、もうね、許すも何も本当に自由に思うがままにどんどん羽ばたいていってほしいって本当思いますね。そして私も自分にもっと可能性を見出してチャレンジしていきたいなと思いましたね。年齢なんか関係ないですからね。はい、ということで、ちょっとサムネから思ったことを話してみました。では、皆様も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。ではまた。